ジャックメルは1698年に建設された、ハイチ南部の都市、南東県の首都、タイの五のヤキメルから。推定人口は4万人で、街の様子は19世紀からあまり変わっていない。港町であり、ニューオーリンズ風の大邸宅に住む富裕な、コーヒー商人の拠点となった。街の建物にはフランスで購入された鉄製の柱や、バルコニーが据えられた。今日 これらの家の多くは、紙粘土の仮面や木彫の動物の置物などを売る工芸店となっている。近年の努力によりかつての葉巻とコーヒー産業が復興しつつある。ジャクメルはその相対的な静けさと首都の最近の政治的混乱からの距離のため、ハイチでも人気の観光地となっている。ジャクメルは1698年にフランス領サンドマの南東部の首都として建てられた。 この辺りはタイの族のボヘチョの治めるハラグア首長国の領域だった。フランス人が到来し町を建設して、ヤキメルからジャックメルに改名された。トゥーサン・ルベルチュールは1799年6月に始まった、いわゆるナイフ戦争でジャックメルでアンドレ・リボーと戦った。11月に反乱軍はこの町に追い詰められた。守備隊の司令官はアレクサンドル・ペションだった。 1800年3月に、ジャクメルは陥落し、戦争は終結した。ペション・ラム・ラートの指導者はフランスへ亡命した。シモン・ボリバルの前に、ラテンアメリカのスペインによる植民地支配からの解放闘争を指導した、フランシスコ・デ・ミランダは、ジャクメル近郊でベネズエラの最初の国旗を定めた。ジャクメル湾に停泊し、1806年3月12日コルベット間。 リアンダー号の感情で最初のベネスエラ国旗を掲げた。この日は今日もベネスエラで国旗の日として祝われる。プエルトリコの独立派指導者、ラモニ・エメテリオ・ベタンセスは1870年にドミニカ共和国の反乱への支持と自由政府の樹立のためジャクメルに一時滞在した。当時のハイチ大統領にサージュ・サジェはベタンセスの前アンティル連合の構想を支持し彼の 放棄を支援した。2004年から、ジャクメル映画祭が開かれるようになった。2007年には、ジャクメル音楽祭が開かれ、成功裏に終わった。社肉祭の頃には、近くの青い泉と砂浜に、多くの観光客が訪れる。2007年2月、新しく選出された、エドゼニー市長が就任した。ありがとうございます。